はい、おはようございます。永田です。翔です。はい、というわけでね、今日は、まあ、結構前だけど調整後のね、はい、ダブルを、まあ、割と変わったじゃないですか、はい、それを俺が取ろうと思ったんですけど、まあ、冷静に考えて翔に任した方がいいなってことで、いやだいぶ使ってますからね。そうそう、最近結構普通にさ動画投稿以外にも使ってるよね。いやもう相当プライベートで使ってる。そう、だいぶプライベートでなんかしっかりプライドも芽生えてきてるっぽいからちょっとそこら辺を見せてもらおうか。なるほど。はい、まあ、そんなわけで、まあ、こういう系、まあ、例によってもうめっちゃ詳しく調整内容とかはね、はい、今更だから見ていかないんで、まあ、そこら辺を詳しく見たかったら、うん、まあ、それこそね翔くんのところのチャンネル行ってみてください、はい、ということで、ありがとうございます。まあ、対戦見ながらあれよね、あ、調整ここ変わったよみたいなことあったら、まあ、逐一、はいはい、自我を出して出張っていただければ。あ、 OK です、 OK です。思います。いろいろ伝えられるとこは言っていこうと思います。そうね、まあこの機体、まあ、同じ3000で調整されたダークハウンドと違って、はい、おめっちゃすげえわみたいなことにはなってないけど、まあ、まあなんだろうな、スタート地点に立ったぐらいか。どうなんすかね、ちょっと未だに俺の中で、うん、その確定してないからこそいっぱい今使ってるみたいなとこあって、はいはいはい、自分の中で確かめてはいるんですけど、思ったよ、みんなが思ってるよりは絶対強いんじゃないかっていう、そういう感覚ですね。世間で言われてるよりは、だけど、てかこいつさ、はい、キャラパワーというよりも運用の仕方が一番の敵なわけじゃん。ああ、まあそうですね。だよね。相当。まあ、だからそこも含めるとやっぱすぐ使えるキャラではないからみたいな、そんな感じだよね。お手軽さとかで言うとかなり低い部分はありますけど、うん、やっぱ俺は、まあ、ハマッカイを筆頭にやっぱキャラをその使える、はい、使えればそのキャラパワーが、うん、なんていうんですか、高すぎても大丈夫みたいなのはちょっと許さないタイプなんで、はいはい、ダブルももしかしたらはい、はい、それに当たるのかもなって今研究中です。おお、素晴らしすぎるじゃないか、うん結構強いと思うんですけどね、うん、まあ、難しいのは難しいてか相方がやっぱ、いやそうだね、ここは実際、まあ、一緒にやってみてもそうだし、はい、すごいやっぱいつもより指示飛んでくるじゃん。いやもうめちゃめちゃ生状態だよ。大丈夫だ、そっち行くよ、あっち行くよみたいな、た大変やなみたいな。うるさいっすからね俺まあそこら辺の理解もあってだからね、まあ、その今そんなに超なんだろう評価されてるってわけではないけども。そうですね、まあ、でも実際ね動きいいよね、まあ、かなりやり込んできて、うん、だいぶ動けるようになったんで。そうだね、まあ、今組んでるのもレイだしさ、はいはい、相方理解もあるし、やっぱそう、まあ、そこら辺見るとね、おお、いいステップをするじゃないかいや相手もうまいダブルオーと読まれてたけどダブルオーと全く関係ないところだけどてか調整後のダブルオーさ、はい、ライザー近距離のさ、おーこれこれこれちょうどいいな、これマジで強いっす。近距離のサブさ、これ手放しで超強くね。いや本当にこれは俺動画出した時に、はいはい、いやこんなのついてもなーみたいなこと言ってたんですけど、はい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 、いや舐めてました正直。これなんだっけ、2発目狙い直しと弾も強くなってる。弾も強くなってます。いやなんかね、いや近距離はマジでバグ技のノリの、いや本当に当たり方するんだよね。本当にそうですね、めちゃめちゃ強いんだ。やっぱ相手が上手ければ上手いほどこのゲーム強い武装にはステップを入れるっていうその常識があるんで、それをやっぱその重厚かかりっぱなし系の武装は本当みんな強いっすね。まあ、てかこれはその投げるスパンがね短いから狙い直しっていうのもすげえ効いてんだろうね。かなり効いてます、弾速も相当速い。はいはい、というわけでじゃあ2試合目からね、まあちょっと試合見ながらうんぬんかんでやっていきましょう、はい、やっていきましょう。お願いします。そういえば翔さん、はい、一番触れなきゃいけないところがあったわ。いやー言ってなかったですね耐久が700にいった当たり前のことすぎてさ、これが調整前650か65です。とんでもなかったね。いや本当に調整ミスを疑うレベルってか、前長さんと実況した時も確か調整ミスって言ってたんですけど、そうだから言ったような気がするわ、まあ、そこも含めてね、いや本当にスタートラインだって話だね。間違いないです。そういう意味ではやっとようやく700になってくれたっていうのは、ね、お後ろ背好きだこれ、立ち切る。これマジで減るようになったんです。減るようになったっていうか、はいはい、いっぱい入るようになったんで、ダウン値が低くなったんだっけ。はい、ダウン値低くなってます。たくさん入れることができるようになって、結果としてコンボ火力が上がると。いいっすね。今のところこの派生マジお気になんだよな。長さん前の動画でめちゃくちゃ使った、めちゃくちゃ、ね、やりたがりみたいなそうそうそう。そっからあとは何なんだろうな。まあ、この生ダブルを、はい、まあ、生ダブルを相変わらずさ、はい、まあ、相変わらず、おお、ここゲロビ残してるね。いや非常に優秀ですこれ、大きい攻めゲロビちゃんと使ってて偉いね。いゲロビマジで大事あ、ごめんなさいなんか横からおお、あだで返そうとか。あ、このデセル俺です、はいはい、あれ何の話してたっけ、生ダブルをが死んだ、これ今の特写です。生地のそう、特写のこと触れたかったんだよ。これがマジで優秀です。特写周りが、まあ、生ダブルを相変わらずしんどいとはいえ、これのおかげでちょっと変わってるよ、ね、はい、いやかなり変わってます。これその移動距離が
位置上がってるんですけど、特殊が突進速度だったか、まあ、その移動がどの道強くなってるんですけど、はいはい、それによってその無視された時もそうですし、うんうん、追われた時にそのサーチ替え特殊メインで降りるとか、はいはい、そういう逃げができるのが、ね、やっぱ強いですね。だから生ナブローの特殊前角、はい、あの旧合格、あれいつなくなったか分かんないんだけどさ昔の部格さ、はい、多分巻き分までかめっちゃ伸びるよな。そうですね。あ、グイーンって伸びて。あれがもう、あれもマジで強いっす。で、そっから射撃野生も出るからね。はい、おばひでも強制ダウンが取れると。正直、生地にこんなのついても、うん、いや、微妙じゃねって思ってたんですよ。まあ、生地って基本逃げるじゃないですか。まあ、そうだね。あんまり使わないかなって思ってたんですけど、これもかなり過小評価してたところで、やっぱ放置された時に、相当輝きます、はいはい。全く無視できないですから。あ、そうだね。いや、本当にグワーってくるもんね。プチミラクルカットみたいな。いや、そうそうそう、プチ被ってない。はいはい、そんな感じの2試合目でした。はい。はい、じゃあ3戦目で敵の編成がスサノオと X1 フルクロスということで。はい。まあ、開幕はね、ライザー、貯めなければいけない。もう毎回言ってるもんね。もう生状態です。もう。みんなに、うん、ま、毎回言うやんみたいな言われますけど、ね、毎回言ってもらった方がこっちも助かるんだよね。絶対そうっす。俺自身がやっぱ、はいはい、いろんな乾燥機と組んできて、うん、それを言われて助かってる経験があるから、もうみんなに言ってますけど、そ、ね、まあ、そこら辺は相方頑張れって感じだね。よし、ライザーになって、はい、結構ライザー中のさ、格闘 CS のミサイルが滑るようになったんだっけ。ミサイルが、そう、滑るようになりました。まあ、一応誘導性能も上がってるけど、どっかでやってるかな、なんかレギルスみたいにね、はい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 、カクチャー使ってカクってなってシャチャーで降りるみたいな、あのカクチャシャチャのムーブが強いですね、はいはい、このキャラは。どっちかっていうとミサイルの弾自体は、うん、まあ、あの動かすがメインかな。あんまり当てるっていうよりは動かしてメインで取るが基本ですけど、どっちかっていうと俺はムーブで使ってますね。 お今気づいてしまいましたか。今の気づいてしまったぜ。なんかちょんちょんしてなんかだらしない食らい方をしたように見えたかもしれませんが、だらしないかと思ったが、ちゃんと強制になるためのダメージ調整だったわけだ。あれ今いくつで、今は280からですね。280に、おー強いっすマジでサブ、いや、と結構とんでもないですこれ、ね、本当に舐めてた。近距離のサブ、いやーすげえわ、マジで信用できますね。こればっかりはあまりにもぶっ壊れるぞ。ほぼ真後ろに打ってましたもんね、今モーション的に、ね、相当強い。モーション的に大丈夫かこれみたいなよし、ここでトランスフォーマーいきますか、どうですか。あーったー、あれ、まあまあまあ、あれ俺の小さい、これ置き去りされてるからとんでもなくの仕上がった、助けたと思ったんですけどね逆に良くなった。まあこの機体はね、この強制ライザーから、お、やるんじゃね、おい、これがね強いんすよ。そう、これ、いや俺さ、ショーのダブルを見てさ、はい、まあ、今のカクチャー使ったシャチャー降りと、はいはいはい、あとアシスト出しながらシャチャー降りすんの、はい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 、あ、なんかオバブだなみたいな。本当に本当に今作からの動きなんでここら辺ね、ちょっと見てて新鮮でおもろいかな、はい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 。いや、てか硬いね、オタク。俺が耐えらんないよ。おじさんが耐えられない。ダブローはもう相方先落ち全然 OK。アパカとした。ボン。ボン。いいね。しっかり運用方法分かってんね。はい。はい、じゃあラスト見ていきましょう。はい。この対戦は確かね、ショーがめっちゃガツガツいって、あー気持ちよさそうってなった、そんな試合だったような気がするぜ。だいぶブイブイ言わしたような気がします。ような気がする。だいぶふわっとしてるけどね。翔くん、君アリオスの使い方うまいね。いや本当にこれマキオンのあれが生きてるんですよね。実はマキオンの、はい、ゲロビアシストがあのバーチェが、あ、違う、セラビー、セラビー、はいはい、セラビーがいた頃のあのなんだ経験値が大事ですね。あ、なるほどなるほど。そう考えると久々にゲロビーが戻ってきたってことなのか。そうですね、まああの修正じゃなくてオバブからですけど、オバブからこの辺をやり込んでるのも、はいはい、あんまりいないんでちょっと、なるほどね、言いたいところですね。バツクロブってアリオスだけだっけ、はい、アリオスとあケルディムか、あの一番弱い3000コストアシスト史上、エクマ2の狙撃は良かったんだけどね。あれめちゃくちゃ強かったんですけど、急になんか、なんかライフルビットみたいな結局調整されなくて、まあ、オバブでねこうなったから良かったもののみたいな感じだったからね。はいはい、はいはいはい、なるほどなるほど。まあアリオスに関してはね、まあ、他も触れてないところがあるんで、はい、まあ、そこら辺出てきたら触れていきましょう。はいはいはい、お、ライザーが溜まりましたよ。今んとこも実は多分アシストが1ヒットしてから多分ザクアメの弾で落ちてたっぽいんで、えらいな、やっぱゲロビアシスト優秀なんですよ。ああ、ゲロビアシストね、ありがたい、やっぱあるだけ、分断もできるしね、でかいっす、いいですね。さあ相方が C 角吐いてくれて、うわっ衝撃が強すぎる。さあ、お、ここブー角、いや、かっこいい、ブー角かっけえよな、マジでかっこいい。この前のエクバ無印配信でも見たけどその話してくれるんですね。あ、出た出た、あ、突き刺さってる突き刺さってる、あれれな、
地面に突き刺さっちゃったけど、あれがね、覚醒技1回切りの、そうです、覚醒中1回切り、あのいっちゃん最初のところにもあれしたし、ここからかっこいい子も見せてくるんじゃねえのかよ、前角後ろ汗からおいおい、かっこいいの、あー断ち切れず断ち切れねえけど、あれがめちゃくちゃ減ります、めちゃくちゃ減る、めちゃくちゃ減ります、風格の生当てからなら350も普通に出ます、あ、そうなんだ、マジで信じられないぐらい減る格闘になったんで、いや断ち切りたかったね、うわサブがよ、ライザー中のサブマジで神業、とりあえずライザー中のサブだけ覚えときゃいいみたいな感じだよね、本当にそんなレベルでイカレ技になってますね、えでちょっと喋りそびれちゃったけど、覚醒中一回きり出てくるね、はい、アリオスのガリガリポカン、はい、ね、トランザムしてなかったけど劇中でガラッツにやってたやつ、ね、あそうだ、ね、そうだ、最後の方にやったやつですね、あそうそう、まあ、ベータになんか頼ってたらあかんやろーってやつに、一番かっこいいとこ、そうガラッツもねサビルブチューって入れてねみたいな、熱かったね、こうやって話すとね、あの止まらなくなるのでやめましょうはい、はい、というわけで以上がね、翔くんのダブルオガンダムの視点でした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、本当に、はい、また俺が乗れないキャラいたらたかりに行きます、いや切なきはマジで任せてください、おー本当にいいっすね、相当使ってるんで、いやてかダブルオマジでおもろい、今やべやべ終わんね終わんねはいじゃあ終わり終わり、お疲れ様でした、はい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 、ありがとうございました、はいおやすみ。